こんにちは、安本でございます。安本博樹と申します。今日はスクエアエニックスが送る最新スマートフォン向け RPG ガーディアンコーデックスを出演声優陣でいち早く遊んでみたいと思います。まあね、先にね、隣で今なんか下を向いてらっしゃる方いらっしゃいますが、読むべきことを先に読みたいと思いますよ。ガーディアンコーデックスは全世界800万ダウンロードを突破したガーディアンクルスのスタッフが送る最新スマホ向け RPG でございます。最大4人で共同できるマルチプレイも特徴なんですが、1人でも楽しく遊べるということで、今日はね、1人でのプレイをちょっとねしていきたいんですが、なぜ2人いるかと思いますと、まあ、マルチの方、ね、皆さんご覧になったか知りませんが、マルチの動画、マルチプレイの動画も撮ったんですよ、はい、その時にちょっと若干こちらいらっしゃるね、まあ、どうします、自己紹介一応しておきます。はい、居残りの佐々木千夏です。よろしくお願いします。ね、先ほどマルチのプレイした時にもうタイムアップをしてみたりあと回復すべきところが回復どうやっていいかわからないなどね、いろいろなあの残念なところがありましたので、はい、特訓部屋みたいな形で居残り教室ですね。先生よろしくお願いします。一緒にね遊ぶと言いますが、赤崎さんがプレイして、何せ初心者の方でもこれだけできるよみたいなところもね、ついでに見せられたらいいなと思いますので、はい、赤崎さんにいっぱい遊んでいただきたいと思います。頑張りますので、では早速プレイの方いきましょう、うん、はい。始まった。あ、よかった、始まったさすがにね、ちゃんとね、いろいろチップスが書いてありますよ。そう、ここもね、あのじゃんけん、属性じゃんけんですね、火は木、火は。そうですね、2つあるのがなんか珍しい感じしますね。そうですね。お、チュートリアル始まりました。始まりましたよ。ちゃんとニッケちゃんがいますよ。ガーディアンを操作して戦っていきましょう、はい、コーデックス世界へようこそ。戦いの基本を説明します、うん、ガーディアンがいるんですね、味方ですね、うん、そう、なるほど。コマンドタップして命令を出します。さっきやりましたね。そう、大体の流れはもう知ってますよ。できる、ちょっとやってみよう。いや、できますよ。お願いしますよ。タップタップタップしましたね。ああ、殴りました、ね、あら、強いじゃないですか。また、あ、操作はこれだけです。強い、戦ってみてください、うん、いや、これできますよ、何でもできる。全体攻撃、おー、覚えてますね。任せてください。ターゲットがうまくできないだけです。セリフも聞こえてますね。あ、そう、そうなんですよね。さっきあんまり余裕なかったですもんね。そうそう、セリフ聞く余裕まで。じゃあ、ヴァンパイアちゃんのこと、モーマル。ああ、いいですね。あ、なんだ、全然大丈夫じゃないですか。だってなんといってもチュートリアルですから。そうだね、これができなかったらもう意味がわからないもんね。つまずくような私じゃないですよ。そうだよね。ゲーム私結構そこそこできるはずなんですよ。さあ、長押しすると詳細も見えるとかね。違うですよ、違うです。いろいろ僕あの、ちなみに赤崎さん見てるような、赤崎さん向こうのモニター見てますから。そうだったんですか。わかりました。詳細が見られるんですね。そう、これ大事です。だから何、どんな効果があるかとかも確認しながら戦うことができると。はい、いうことでございます、ね、敵単体攻撃95、うん、敵全体。でもやっぱり最初は全体攻撃からいきたいですよね。なるほど。この人強そうですね。魔法使いそうですね。そうですね。敵でもあんま効かなかったです。いやいや、これだけ削れたらあとはだって一発ずつ、ね、叩けば大概落とせますから。単体攻撃でどっかとか必殺技ゲージも溜まってますね。お、いっちゃいます。あ、まだです。まだです。溜まりきってないです。赤崎さん、ちょっと急がないでくださいね。だんだん。そうそう、よいしょ、いいじゃないですか。格好撃破やっぱ大事です。なんか敵も可愛いですね。でも敵があの、ね、あの子みたいですよ。あの、田中あゆみちゃんのやってるキャラ。ああ。そっくりとか。まさにね、まさにバンシーって書いてある、うん、そうですね。まさにそうですよね。敵でも出てくるんですね。そうですね。どういう風にしたら仲間に出てくるんですかね。田中さんが喋ってます。死んでしまいました。ヒール、バカめ。なぜだ、なぜだ、なぜバカめと、なぜバカめと。次でお前は、お前は死んでしまうのだ。どうだ。で、死んでないっすね。赤崎さん、死んでないっすね。あ、そうだ、闇だからダメなんだ。そうなんです、属性じゃんけん。え、違います、闇だから、今結構効いたんです。あ、効いたんですか。純粋に向こうの体力があったんですね。本当ですか。でも闇は光にはあんま効かなそうな雰囲気ですよ、この、これを。属性じゃんけんでね、うん。勉強しました、素晴らしい。じゃあ次はですね、この人、この人、水の人、そう、ちょっとノーマルですか。これ、手数じゃないですか。あ、いいですね、うん、いい具合です。バトル3余裕ですよ。あ、なんかちょっとフンババって可愛いの来ましたね。フンババ来ました。属性を意識することをおすすめ。もう意識してますよ。任せてくださいよ。赤さんは意識してますよ。大丈夫ですよ。あ、敵をタップしてターゲットを変更する。あ、これさっきミスりましたね。これ大事。これそう、大事なんですよ。これどれからいきますか。でも属性を意識するがから、要はこれは今木の属性ですね、うん、木の属性は火にはダメということは真ん中、そういうことです。フンババやりましょう。フンババにこのハードスラッシュをやりますよ。そんなんじゃ遅い遅い。いいじゃないですか。あ、いい感じです、いい感じです。
ヌアザさんは機械属性ですので、あのここには何も特に関与しないので、じゃあもう全体攻撃でドドンといっちゃってる、ね、そうですね、あ、一番強そうなのを倒しました。いいですね、フンババがやりましたね。フンババが倒れたらもうこっちのもんですよね。あ、やっぱ属性でジャンケン負けると今みたいにウィークって出ますね。困ったことね、これは闇だからまた関与しないと。これが死の香り、ガンガンいきますよ。これで、あ、おー、いいですね。もう次ボスですよね。そうそう、あ、もう流れ完璧に覚えてるじゃないですか。素晴らしいですね。結構すぐね、理解はできるんですよ、ちょっと操作にね、慣れればね。慣れればね、そこ大事です。アポカリプスビースト、ビースト、アポカリプスビースト。じゃあこの、あ、効果台来ました。これ火属性ですからね。じゃあいきますね、T、はい、覚悟ができていますか。おー、効いてますね。おなんか、ニケさんはでも、貴族性だからってことですね。そうなんです。でも、やることないです普通に。あ、でもそっか、属性ない攻撃をやればいいんですよね。そうですね、その通りです。火はあんまり効かないので。完璧じゃないですか、もうさっきからもう別人のようですよ。任せてください。できる人になって焦らなければできるんですよこれ、ハードマシン。虫がうなるぜ。そっか、まあマルチだとね、制限時間とかもね、そうなんですよ、あったからね、そこで結構焦っちゃうのもありますけどね。一人だとこうやってじっくり遊ぶこともできると。あ、ニケがちょっと何気に死にそうになってます。でも基本的にやっぱりチュートリアルだから攻撃をするしかないよね。あ、もうそんな裏の裏まで読んじゃってまだ難しいことはあんまりまだないんですよ。そう、もう鷹をくくってますよチュートリアルだし大丈夫ですよ。そうですね、効果ない。この剣でこれで結構いけるんじゃないですか。あ、結構削りましたね。じまじまと。なんか強そう。なんかあでもほら、大ピンチ。でも安心してください、必殺ゲージが溜まっています。なるほど、チュートリアルっぽいですね。いや、素晴らしいです。一回ピンチにしといてからの必殺技。あ、コード上場、シュート最高。ニケのおっしゃー、なんでちゃんとできるじゃん。なんでみんなの時ちゃんとしなかったんですか。ふざけてたわけじゃない。よしよし、いやでも大丈夫。仮想空間にいたということですね。そうですね。仮想現実の世界から戻ってきましたよと。お、技術者風の女性が来ましたよ。風だから気をつけて。技術者じゃないかもしれない。偽物かもしれないですね。はいはいはい。あ、いいね、シミュレーターでやってたんですね、今ね。コーデックス的にはピカイチ。あ、レジスタンスなんですね、我々は。未来は安泰だと。帝国をやっつけるために我々立ち上がったわけですね。あ、反抗勢力的な何かですね。じゃあその調子で本番もよろしく。あ、ロールプレイングゲームじゃないですか。こういうの楽しい。いいですね。ここはどこ？こっち。どっちが気になる？コーデックス用意。思い出して。この暗くて狭いアジト。なるほどね。遠い過去？過去？うんうん、仮想世界なんですね。なるほど。うんうんうん。オーパーツ的遺物。あ、思い出しました。思い出した。もう思い出してきました。思い出してきました。はい、もうピンときましたよ。なるほどね。自分のコードネーム言える？あ、おしゃれですね。ここで名前入力ですね。名前入れちゃってください。いいですよ。何がいいですかね。赤。赤さん。安本さんはよく赤さんって言う。赤崎さんですか、赤さんですか。そうにしますね、はい。向こうはこリンっていうおしゃれな名前ついてるけど君は赤さんでいいちょっと可愛い名前にしちゃえばよかったですかね。あ、転送されちゃう。エージェント赤さんいいですね、いいですね、はい、任務を開始します。任せてください。はいはい。あ、回収するんです。回収して仲間にしていくっていうことなんですね。そういうストーリーなんというわけで、はい、これは来ました。なんかビッグマークついてますね。荒野が広がっている。ザザザ。いる？ザザ。もしもし聞こえますか？聞こえねえよ。ひどい。ひどい。って聞こえてるやないかーいって言われてる。いいです。ノリがいいですね。ノリツッコミしてくれてます。リンさんいいですね。リンさんノリがいいな。ね、実はトラブってますよ、リンさんと。ほうほう。あ、なるほど。テイとゼウスに行くはずが、テイとじゃないとこに来ちゃった。荒野バーンサイド。うんうん、何かあったんでしょうか。転送ミスみたいな感じなんですよね。あ、よかったですね。海だったら溺れてもうゲームオーバーのところでしたよ、ね。うん、ゲームになんないからね。そしてゲーム始まってねえからね、違うゲームになっちゃいますよね。そう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 。メニューシステムを開いてみて。あ、とことんチュートリアル。あ、
あ、いいの回す。大好きガチャ。おお、こう、もう私ガチャ回すの大好き。まあ、ガチャ嫌いなかなかいないですからね。あ、ドキドキしちゃいますよね。エアガチャだとこのスフィンクス、これあれですね、ガーディアンアークシャルサイバーズハイブアーザ、ヌアーザもいますね。ヌアーザこれ強いの出したいですよね。お、ミカコシとかもいるんですね。あ、ヴァンパイアロードミカコシなんだ。へーへーへー、ゆうちくん、なるほど、ご機嫌ですね。そう、強いんですよね、この先ほどね、我々どうされましたからね。あ、また強くなる。え、あ、いいんですか。いいですよ。リセマラの準備はどうですか、できますか。もう一回やるんですか。でも私引き弱いんですよ。いや、ここは逆に見せてやってください。引き弱い、いいですか。ご自慢の突きを見せてください。うーん、もう一回あった。さあどうだ。なんかこの演出とかいろいろあるんですか。あ、今もう一度タップですよ。タップ、さあ、お願いします。なんかすごい、これが何色になればいいんだ。なんかすごいよ、なんかすごいよ、何色になればいいんだ。すごいよ、すごいの来て。虹色が来てよ。虹色はいいの、いい感じですか。いい感じ。王座なんてつまらねえ。え、これっていいんじゃねえ。強そうなの来ました。機械の人、あれ、さっき使ってましたね。ヌアーザです、ヌアーザ。ヌアーザです、ヌアーザ。魔人ですよ、ヌアーザ。やったじゃないですか。これだって星5だからいいんじゃない。純粋に当たりじゃないですか。すごい、いいの来ました。やった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 。いやいや、あの、これ君のデータじゃねえんだけど。そうなんだ、持ってくれるわけじゃないのか。なんだ、アプリごと持っていくわけない。本体ごと行くしかないから、もう窃盗ですね。なんだ、もう一度メニューを開いて。じゃあこのガーディアをデッキに編成する、これをやらなきゃいけない。はい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 。いいな、なんかいきなり星5なんてね、やるじゃないですか。もっと引きます。いや、そう、課金しなきゃ。もうちょっと課金お願いします。もう一回ぐらいお願いします。 iTunes カードやなきゃいけない。お願いします。お願いします。戦闘で使用するガーディアンを3体選ぶことができるよ。うんうん、これじゃあさっきのヌアーザを入れればいいですね。これもでも元々いろいろね、チュートラリアル用の、だからいっぱい強めのカードがいっぱい入ってるわけですね。初めそうですよね。ノアザレベル1です。開発機ですからね。今すげえレベル高いやついっぱいいましたけど、あれはもうあくまで開発機ですからね。これそう、いっぱいいました。認知に向かうだけ。はいはい、なんか通信悪い。しょうがない。移動する方がいいみたいだね。じゃあこれ村まで移動。こうやってこのコーデックスの世界を探索してお話を進めていくと。なんかストーリーも結構しっかりあるんです ね、 そうだね。面白そう。あ、帝国を越えてそのなんとか帝国に行くわけなんですね。村長さん来たよ。はい、どうしたの。ガーディアン、どんな人ですか。これガーディアンの襲撃に怯える日々。ガーディアンの襲撃してくるんですね。ガーディアンをやってやんなきゃダメっぽいですね。どうしよう。帝国を取りたいだけ。帝都へ行くと。帝都へ行くんですよ。そう。あら、まあそうですか。あら、通れないんですね。ああ、なるほど。それは大変だ。はい、任せてください。お、喜んで渓谷の道を落石除去させていただきます。なるほど。どうしようかな。これなんか真ん中に出てますけど大丈夫ですか。はい、他に報酬は。いや、なんか、どうですか。見ての通り小さなものです。満足いただけるものが用意できるかどうか。お、あ、よかった。なんかあれだね、いただかもういただかないとやらない感じですね。そうなんです。ちょっとやっぱただではちょっと、まあね、事務所も黙ってねえよな。そうなんです、ね、やっぱりこう見返り